朝か。外が真っ暗でも今は朝8時だ。俺が起きたってことはそうだ。俺は毎朝、毎日朝8時に起きる。そうなっているのだと、毎日俺の家を訪ねてくれる人が訪れてくれた。チャイムが鳴った。すごーい。ピクチャーモーションだ。噂をすればら。俺はだるいから土を引きずるようにしてドアを開ける。はい。おはようございます。幸福管理局贈与課。おはようございます。黒服の男はいつも笑顔を崩さない。それがなぜかとても恐ろしくて、俺は彼の顔を見ることができない。これが新しい糧です。どさり。大きめの段ボール箱がいつも通り乱暴に置かれる。早く拾ってください。はい。急がなくていいですからね。あなたのペースでできるときにできることをしてください。あなたはそれでいいんですからね。俺が段ボールを拾うと同時にバタンと扉が閉められた。今日も仕事をする。俺はそれでいいんだ。なんかディス。お肉屋さん、いらっしゃいませ。仕事を始めて作り笑顔が上手くなった。無意味だ。宣伝用のポップを3日前に書いた。無意味だ。ショーケースを昨日磨いた。無意味だ。並んでいる肉も新鮮で美味しそう。無意味だ。いらっしゃいませ。目の前を過ぎていく人波を眺める。商店街いつも賑わっているのに誰もこちらを見ない。いらっしゃいませ。誰も俺を見ない。俺の肉屋にも俺の肉にも誰も目もくれない。まるで誰にも見えていないみたいだ。別に売れてない。悲しくもない。俺はずっとこうだから、うん、いらっしゃいませ。単なる存在証明のために笑顔を張り付かせている。無意味か。でもこうでもしないと本当に消えてしまいそうだ。俺は自分で自分を証明していなければならない。あ、なんかそういうディストピアの未来なんだろうな。10時くらいだろうか。朝の人通りが落ち着いたところで店頭に御用の方をしてくださいと書いたボールと呼び鈴を置く。無意味だ。こうしておけば俺が席を外している間にお客さんが来ても大丈夫だ。無意味だ。お客さん来ないからね。何の肉？天使の肉なの？今回は豚肉か。朝受け取った段ボールを開けると豚の塊の豚肉が入っていた。トンロース。とんかつ用に薄切りにするのが良いだろうか。今日もやっていくか。お、ミニゲーム。豚肉のコロッケを作ろう。包丁のマークをタップするとコロッケが作れるぞ。ほらー。いい感じ。パッと。すげえ、いい匂いがしてきたな。包丁で切るだけで作れ、いい匂いしてくるの。とっても美味しそうな豚肉のコロッケができたぞ。すごい。包丁でコロッケ作った。神業だ。美味しそうにできた。もちろん全部の肉をコロッケにしたわけではない。とんかつ用のロース肉を取った残りの肉でちょっとだけコロッケを作って店頭に並べておくのだ。いいね、肉コロッケ。遠い昔の記憶だ。小さな頃、母の買い物を手伝うと肉屋でコロッケを買ってもらえた。俺はそれが嬉しかったし、母と食べる熱々のコロッケが好きだったし、もしこの店にお客さんが来たら同じように幸せになってくれたら嬉しいと思う。なんでコロッケなんか好きになっちゃったんだろうな。美味しいからでしょ。いらっしゃいませ。今日も閉店まで誰も来なかった。美味しくできたはずだけどな。なんで売れないの。閉店後、俺は作ったコロッケを携えて部屋に戻った。売れ残りを全部捨てるのはもったいないから、食べられる分だけでも食べるようにしている。いただきます。サクサクサク。意外とうまいな。あっさりしすぎると思ったけど、それがむしろさっぱり食べられるっていうか、じゃがいもの相性がいいっていうか、ラルとか足したらもっと、いや、それなら素直に合いびき肉を使った方がいいな。コロッケを食べながらノートに感想を書きつけていく。肉屋になりたかったわけではないけれど、任されたことはちゃんとやりたい。真面目に営業してあれこれ工夫したい。そうしていないと生きている実感がない。さすがに限界だ。もう食べられないな。俺の食が細いばかりに。コロッケを2個食べたら満腹になってしまったので申し訳なく思いながら残りは捨てた。あとでいいの。罪悪感。まあ結構ね、油っぽいから溜まるんでね、お腹に。けれどここに来てから全く腹が減らないのである。1日に食べられるのはコロッケ2個が限界だし、喉も渇かない。すごいね、燃費がいい。静かすぎて狂いそうになる。やるべきこともやりたいこともなくて狂いそうになる。自分の存在が無意味すぎて狂いそうになる。だから、さて、ヒョンシーなのこの人。だから食べなくていいの。あえて声を出す。勉強勉強。精肉の専門書を読みすぎてすっかりボロになった。内容もすっかり覚えてしまって、でもこんなこといくらやっても。そろそろ寝るか。考えない。俺はできることをする。俺は生きるために生きていかなければならない。埃臭い部屋は夜で朝でも夜でも変わらず薄暗い。
昨日も一昨日も変わらない、去年も今年も変わらない、時間がどれくらい経ったのかももうわからなかった。永遠に続く今日だけが存在している。俺はこの建物から出ることができない。肉屋と部屋の往復が俺の人生の全てだ。無意味だった。どういうことなの？これをですか？いつもの朝のはずが、その日は少し様子が違っていた。はい、あなたもそろそろ次の段階に移れる頃でしょう。肉屋を始めてから数年、俺の仕事はずっと届けられた肉の塊の肉を薄く切り分けることだけだったのに。段ボールの中をまじまじと見る。これは鶏肉っていうか鶏じゃないか。羽がついたままの鳥が3羽、段ボールの中から俺を見上げている。体はピクリとも動かないのに、透き通った目はまるで今の今まで来ていたかのような。新鮮でしょ？はい、急がなくていいですからね。あなたのペースで、できる時にできることをしてください。あなたにはどうせ誰も期待してないのですから。はい。俺が返事をすると、男は満足そうな顔をして去っていった。どうしようかな。鶏と目が合う。どういう立場にいるのこの人は。なんか死刑囚かなんかなの？俺は段ボールの箱を閉めた。まあ俺は肉屋なのだから、これくらいのことでうろたえていてはダメだろう。鶏肉だって最初は生きている。当たり前のことだ。仕事だし、やるしかないよな。仕事だからってさ、やっていいことといけないことがあるんだ。鶏肉のコロッケを作ろう。今日も包丁のマークをタップするだけだ。楽ちん。俺がまたコロッケ。フィギュアよくできているな。簡単、このミニゲーム。カラッと上がっている。なかなかいい色じゃないか。あー、コロッケ。鶏肉のコロッケ、珍しいね。豚肉だよね。豚肉、牛肉、そこそこ美味しそうな鶏肉のコロッケができた。結局コロッケしか作れないんだよな。俺は営業終了後、鶏肉のコロッケを部屋まで運んだ。今日もコロッケを食べる。自分の自給自足だ。和風の味付けにしてみたけど意外と悪くないな。和風？醤油？もう少し生姜を効かせてソースなしでも食べられる味付けにしてみようかな。ぶつぶつ独り言を言いながらノートに感想を書いた。仕事をした感がある。夜目を閉じると鶏の目を思い出してゾッとした。けれど肉屋として新しい階段を登ったことは確かだろうと無理やり納得する。そう思わなければ俺はただ命を無駄にしているだけの存在だ。誰も買ってくれない肉、俺に食べられる、俺が食べることのできるたった2個のコロッケは、俺が生きている意味がないから結局無駄なのだと思う。確かに。翌日、今日はこちらを。さあ、ウサギだ。体をめちゃめちゃに折りたたまれた3匹のウサギだ。真っ黒な瞳が俺をじっと見ている。ふわふわの毛皮は真っ赤に染まり、そこかしこから骨が突き出ていた。雑だな。折れ曲がった3つの体が絡み合い、ビクンビクンと震えている。別の生き物のようになってしまった3羽のウサギたちはこんな姿でまだ生きている。期待していますよ。何をさせたいの？男はさっさと部屋から出て行ってしまった。慣れろ。ウサギか。ウサギのコロッケを作ろう。大丈夫。包丁のマークをタップするだけだ。ああ。ウサギのコロッケか。でもウサギの肉って美味しいんだよね。ラストオブアスとかでもさ、ウサギの肉食べてなかった。あれ鹿の肉か。もう少しで中まで火が通る。ウサギ肉のコロッケができた。美味しいのだろうか。美味しいんじゃない？きちんと食べた。慣れろ。ウサギね、銃で撃つと目玉飛び出るんでね。翌日、今度はこちらお願いします。とさ。段ボールの中、小猿だった。ぜひゅうぜひゅうという息遣いが聞こえる。手足を無理やり同じ位置で縛られて、おそらく骨が折れているのだろう。猿はちょっときついな。どうしましたか？血だらけの小猿が段ボールに転がっている。しかも小猿でしょ？人間と同じ。5本の指が痙攣している。何を恐れているのですか？今まであなたが切り分けてきた肉と何も変わらない。ただの肉の塊ですよ。はい、いや、でも、何ですか？苦しまずに殺すのが自然への、命への礼儀だと本で読みました。めんどくさそうなため息が聞こえる。そういえば君は読書家でしたね。なれろ。な。猿か。猿のコロッケを作らなくてはならない。美味しいのかな？猿のコロッケ美味しいのかな？作業を始めてしまえばなんてことはない。まあ、手足切り落として、頭も切り落として、頭は使えないからね。
さすがに。肉ないでしょ。脳みそも食べないしな。目玉も食べないしな。首を切り落として、手足、まあ手足の肉も使うんだろうな。小猿だからそんなに肉はないんじゃないかな。まあ手足一回切り落としてて、体、主に体のロースとか、肩の肉とか、まあ、お腹、臓器はまず抜くでしょ。最初に血抜きしないといけないのかな、その前に。血抜きして、ぶら下げるんだな。逆さ吊りにして、首だけ切り落として血を抜いてから、それから切り分けていくのかな。皮を剥かないといけないもんね。皮を剥いて、でも皮を剥いちゃえばさ、ただの肉だから。あまり抵抗感はなくなるよね。肉として扱えるようになるから。そうなんじゃないかな。おりゃ、難しい仕事ではない。なんでコロッケにする？猿肉コロッケ。ね。刻んじゃえば同じだよ。コロッケ、以下以上でも以下でもない。美味しいのかね、猿の肉って。筋肉質なんじゃない？猿って。どうしたって俺だけでも何とか食べなければいけない気がして食べた。慣れたい。偉いね。翌日。そんな顔しないでください。ただ次の段階に進むだけです。段ボールの中には、人間の死体が入っていた。人間の死体か。こちらを見ているような気がする。この方覚えていますよね。田中くんです。覚えていますよね。あなたが一人ぼっちになった原因は彼が作りましたよね。恨んでいますよね。ん？まあ、見られている。恨んでいるなら大丈夫ですよね。つつがなく仕事ができますよね。はい。大丈夫だ。田中はもう死んでいる。死んでいるなら肉である。やっぱりあなたを選んでよかった。やはりあなたには素質がある。どういうこと？いじめられてたの、田中に。いやー、火事よ。誰か119番早く。俺が小学生の頃だ。何もしない生き物だった父と毎日疲れて泥になっている母のために俺は俺なりの善意でコロッケあげようとしたのだった。家庭科で習ったから大丈夫だと思った。君大丈夫かい？何があったのかわかるかな？変な人見たりしなかったかい？僕が。僕のせいです。家を全焼させちゃったのか。俺聞いたよ。あいつんち、あいつのせいで燃えたんだって。あいつが自分で燃やしたんだって。田中が俺に何か悪さをしたわけではない。知ってることを話すのは悪いことではないし、しかも俺たちは小学生だったんだ。あいつとは関わるなって母ちゃんが言ってた。同調、圧力。当たり前のことだったと思う。別に田中のせいじゃない。俺はもともと本ばかり読むネクラなガキだったし、父と母を殺した罪悪感なんて言われなくてもたっぷり持っていた。今日席替えか。俺窓際の席がいいな。いや、暑いだけじゃね。夏休み何する？みんなでプール行こうぜ。バーベキューも。いいねー。リア充だね。ねえ、田中くんのこと好きでしょ？全然だよ。子供っぽいし。またまたいつも見てんの知ってるよー。なの。一人ぼっちになった田中が原因だったんですね。ただいま。田中が原因じゃなくて自分が原因だったんでしょ？コロッケ焼いて、家を火事にした。物語の中みたいに、俺はいじめられたりしなかったし、嫌われもしなかった。俺はただ自分の家族を自分で殺した子供に過ぎない。そうするとどっか施設に預けられんのかな。一人だった。誰も俺のことを見なくなった。あ、学校のイベントが羅列されてる。かからない方がいいと思われていたのもそうだし、俺が人との関わり方を忘れてしまったのもそうだし、とにかく別に誰かのせいではない。ただ俺が誰にも必要とされていないというそれだけのことだ。一人だった。一人だった。一人だった。成人式。面白い。この表現、新しいね。こうやって、ライフイベントをさ、文字で表現するの。時間の流れ方を。そして一人きりにもなれた20歳。行けなかった成人式の夜の子だった。成人式行かなかったな。いいバイリン、いい。君を迎えに来たよ。俺をですか。そう、君だ。君しかいない。君は肉屋になって人々を幸せにするんだ。中国なの？ここ。中国が舞台なのかな？目が覚めたら俺はこの肉屋にいて、それからずっと肉屋から一歩も出られずにいる。中国政府怖いなぁ。俺の人生の最悪の全ては鉄頭鉄尾俺のせいだってことが、こそが何より最悪なのだった。だから別に何も田中のせいではない。
だが田中のコロッケは作る。田中のコロッケ見るな。早く済ませよう。人間の解体か。これより大変そうだな。肉の塊。いらっしゃいませ。人肉販売。慣れた。自分にそう言い聞かせて。歩きすぎる人間たちは今日も俺を見ない。豚バラ肉 100g95 円。ん？日本なのか？植民地化されたのかな、中国に。田中 100g5 円、安っ。お買い得ですよ。田中売れてくれ。せめてお前の死と俺の仕事に存在に意味があってくれ。思って安くしておいたけど誰も買いに来ない。いつも通り誰も俺を見ない。俺にはどうしようもなかった。いらっしゃいませ。胃が痛い。吐き気が止まらない。田中で作ったコロッケは捨てられなくて店の冷蔵庫にしまったままで店から出られない俺は埋めてやることもできない。無意味だ。田中も俺も。さすがにコロッケは食べなかったね、自分で。じゃあ食べんのかな、これから。営業を終えて部屋に戻る。読み尽くした本を適当に開く。奥歯を噛んで満足できなくて、頬の裏を噛んで血の味がして、きっとこの社会に何の利益も生んでいないのに俺は一応給与をもらっていた。あ、給料出るんだ。何か注文してみるか。部屋の片隅には俺専用らしきカタログと電話が置かれている。古ぼけたカタログには写真と品名だけが簡単に書かれていて、これに書かれているものであれば注文すれば購入することができるのであった。そうだ、こういう時は気晴らしをしないとな。生きるために生きていく必要があるもんな。何を言ってんのか分かんないけど。静かな部屋に俺の声だけが響く。一人言でもいい。言葉を話すことだけが俺が俺を存在させるための手段のように思う。卒業アルバムはいらないな。そんなもん注文リストにあるの。家族写真もいらないな。注文できるのは俺がかつて持っていたものだけで、新しいものを買うことはできない。へえ。服も靴も。すごいシステムだね。全部。何もいらないな。いらないものばっかりだ。うん、やっぱり今日も本を買おう。え、自分がもっと持ってた本が買えるってこと？何がいいかな？たくさん本読んでおいてよかったな。たくさん買えるな。もしもし、注文させてください。注文を済ませてすぐに部屋のドアを開ける。音もなく置かれた段ボールの中には俺が注文した数冊の本が入っていた。神様について書かれた本を手に取る。読んだことはなかったが、おそらく実家のどこかにあったのだろう。そうか、神様ね。神様が願いを叶えてくれる存在だとは思えなかった。ただ苦しみを取り払ってくれるなら早くそうしてほしいと思った。俺は田中で作ったコロッケを罪悪感から一口に食べんの。う、揚げすぎなくらいにからりて揚がったコロッケはただの肉の味だったと思う。まあね、味付けしちゃえば肉なんて同じ味だよな。ひき肉にしちゃえば。ウサギや猿とはそんなに変わらなかったかもしれない。それでもなぜか胃液が上がってくる。それでも吐き出さないことだけが俺が田中にしてやれる唯一のことに思えた。いやー、食べないでしょ。変な病気になっちゃうかもしれないし、人間何食ってるかわかんないから。これはさすがにだな。ここで天使が来るんだ。今日段ボールの代わりに俺の前に置かれたのは鉄の檻に入れられた女の子だった。大きな白い羽が生えている。昨日まさに本で読んだ。天使のように見える。何か問題が？問題って、この子はまだ生きている。何を言ってるんですか？あなたは少しも成長しなくてはなりませんよ。ん？あなたも少しは成長しなくてはなりませんよ。いつまでも死んだ肉でしか仕事ができないなんて、人としておかしいでしょ。人として。男の子はとても優しく、人格侵害、なんて言うんだっけ、人格否定された。まるでわがままを言う愛しい子供をいなすような口ぶりで丁寧な言葉が俺に降り注ぐ。何を恐れることがあるのですか？あなたは知人の肉を切り裂き食べたじゃないですか。それ以上に冒涜的なことなどないでしょ。鶏肉と同じようなもんだと思えば。それはあんたがそうしろって強要はしていませんよ。知人の死を冒涜し挙句調理して食べたのはあなたの意思だ。田中の視線がフラッシュバックする。だってそれはもったいないと思ったから。そうですね、あなたを責めるつもりはありませんよ。生きるために命をいただくことは罪ではありませんね。ただ愛すべき隣人であるはずの同族を食べたあなたが、住む場所や生きる糧を与えられているだけのあなたが、親を殺したあなたが、存在価値のないあなたが、私たちに報いないということ、それこそが罪ではないでしょうか。これがあなたがこの場所で行う最後の仕事となるでしょう。遂行できればあなたは許される。今までの人生でありえないほどの幸福をあなたは手に入れられるのですよ。それは素晴らしいことです。誰もが羨んでも手に入らない最大の幸福が手に入るのです。ただこの天使を殺すだけで全てが手に入る。あなたのすべきことをしてください。
ああ、はい、と習慣で言いそうになる口をつぐむ。天使のアルビノのような真っ赤な瞳は俺のことを見ていない。ずっと諦めたように遠くを見上げている。では待ってくれよ。ちょっとよくわからない、わからない。俺には、だって俺は肉屋で、これは。男はため息をついた。まるで母親のような優しいため息だった。これは肉ですよ。ゆっくりと言い聞かせるように言葉が紡がれていく。私たちはあなたの仕事に期待しています。忘れないで、あなたは選ばれたのです。今更なんで。頭がガンガンする。天使を倒す、これが最終目標だった。天使を殺すようになれるってことが最終目標だったのかな。害虫なのかな、天使は。この世界においてはとにかくよろしくお願いしますよ。期待しているんです、あなたの仕事に。何の価値もなかったあなたに、私たちは今特別に期待しているので、多くの人があなたに期待をかけている。あなたの仕事を見ている。あなたに価値はなくても、あなたの仕事には価値がある。まさかその期待を裏切るようなことはしませんよね。誰にも相手にされてこなかった俺が選ばれる。誰かに期待をかけてもらえる。それは素敵な響きに思える。忘れないで、あなたに期待をかけるのはこの世でも私たちだけ。じゃあ肉屋の前を通り過ぎる人たちも桜なのかな。わざと主人公に期待をかけないような素振りを見せつけることで、この政府の機関に信頼を寄せるようにするための、誘導するための仕組み作りだったのかな。パタンと音立てて扉が閉まった。俺と羽の生えた女の子だけが取り残される。俺はとりあえず天使に服を着せた。喋れない。真っ白な肌と大きな瞳、作り物みたいに華奢な体、俺より随分小さくて触ると壊れてしまいそうだった。俺から解放された今でも彼女は黙ったまま目白ぎ一つしない。沈黙が続く。チャイナ服、チャイナドレス、恐れるな。はい。さあ、こんな服着てる人っていないよね、今の中国。普通に洋服着てるよね、みんな。恐れるなと言いました。ああ、喋った。どちらかというと彼女が恐れる側なのではないだろうか。私は人ではないから、私を殺して血肉にすることには大義がある。小さな声で言葉が淡々と紡がれていく。だから何も恐れることはない。私は死ぬために生まれてきたのだから。じゃあ勝手に死んでくれよ。しまったと思ったけれども遅い。なんで俺がやらなきゃいけないんだよ。なんで俺が殺さなきゃいけないんだよ。勝手に死んでくれよ。ほら、出て行けばいいだろ。どこにでも、どこにでも行ってくれよ。我ながら最低だ。訪ねてくる男には強く出られないのに、小さな女の子がいるだと言葉が止まらない。お、ほら、出て行けよ。俺は出られないけど、あんた出られるんだろ。帰ってきたんだから。ドア開けてさっさと出て行けとジェスチャーで促す。少女はきょとんと俺の方を見上げていて、そのうつろな瞳が俺をイライラさせた。なんで俺がこんな思いをしなくちゃいけないんだ。ほら、早くどっか行けよ。何のために生きてるか、死ぬために生きてるなんておかしいんだよ。殺したくないもの殺したり食べたり、もううんざりだ。俺は生きることだってうまくできないのに、毎日まるで生きてないみたいなのに。恐れるな。少女は静かに歩いてきて俺の方に触れた。何も怖いことはないよ、大丈夫。小さな手の温かさに驚いた。もう何年も父さんと母さんが死んでから、ずっと俺は誰にも振られたことがなかったことを思い出した。大丈夫だよ、怖くないよ。何も怖くない。違う、俺は怖くなんかないけど。気を抜いたら涙が出てしまいそうだった。白い手が触れる場所から熱が広がっていく。心臓がつかまれたように痛かった。大丈夫、あなたはこれからたくさんの人を幸せにする人なんだよ。どうやって？君を殺すことで。うん、でも急がなくてもいいから。初めてだもの、時間かかるよ。消費期限までまだあるし、ゆっくりで大丈夫だから。天使の肉はどんな味がするんだろう。優しい声が俺に向けられている。その声は俺だけのためのもので、今俺だけのために俺を案じて発されている。久々のことだった。いや、もしかしたら全てが初めてのことかもしれなかった。しばらくは一緒に住むの。リン、朝だよ。う、ああ、起きる起きる。名前を忘れた俺は、彼女はリンと呼び始めた。E by リン E 100-01-101 どういうこと ?101 ってこと。略して呼ぶなら E よりも by よりもリンがいいんじゃないかな。短い方が呼びやすいから。全部2文字でしょ。そういう彼女はつまらなそうな表情をしていた。何でも俺はこの肉屋の101番目の店主らしい。初耳だった。2人しかいないのに名前なんかつける意味あるか。呼ぶための名前あった方がいい。誰に殺してもらったか覚えておきたいし。そんなものだろうか。じゃあ君の名前も教えて。どうした？教えたくない。
名前で呼んで情が湧かない。リンは私を殺さなきゃいけないんだよ。湧くかもしれないけど俺だって名前くらいは知っておきたいよ。死んでも生き返んじゃないの。長い沈黙の天使はようやく口を開いた。リユリユ、あ、そんなパンダみたいな。666番目の天使だから6が6つでリユリユ、リユでいいよ。こいつも名前がないのか。わかった、よろしくな、リユ。よろしくでいいのかな。リユリユだって。それから3日間、俺はまだ天使を殺すことはできていない。3日も経ったのね。情が湧いたのかもしれないし、言葉を話す彼女を殺すのが怖いのかもしれないし、わからないけど、でももう少しだけ一人ぼっちでない生活をしていたかった。うーん、でもいつかは。いらっしゃいませ。今日もリユを肉にすることから目を背け店頭に立っている。新しい肉が運ばれてこなくなったため店に並ぶ肉の種類も寂しくなってきた。楽しいか。今日も今日とてデクノボーとかしている俺の隣でリュウもぼーって人並みを眺めている。楽しくはないよ、真っ暗だし。だろうな、部屋にいてもいいのに。部屋にいても楽しくない。俺もそうか。ザーザーと人間たちが通り過ぎていく。誰も俺たちを見つけない。気まずいな。何か喋ってみるか。わ、初めての選択肢。ちょっと待って。天使って何なんだ。まさか全然知らないわけではないよね。天使は人間を幸せにする存在。どんな方法で幸せにするかいろいろだけど、天気を与えるとか、ダメになっちゃった世界を一から作り直すとか。でもキリスト教でしょそれって。お肉になって食べられてあげられるとか。なるほど。返す言葉がない。好きな食べ物は。食べ物、食べない。食料天使は食べ物を食べなくても大丈夫だから。食料天使、むしろ私が食べ物だし。そうか、この笑いで盛り上がるのは無理だろう。いい天気だな。その顔怖いからやめて。目が笑ってない。俺が会話を諦めて数分、沈黙の後リュウが口を開いた。リンはたくさん肉を切ってきたんだね。ああまあ、でも天使はちょっと勝手が違うよ。リンは私のことちゃんと切り分けられるのかな。肉の質が違うってこと。脳みそから足の先まで。天使は捨てるところなんかないけど大丈夫。ああ。俺は数年間肉を切ることだけを考えてきた。自分のできることはしたかったから勉強もある程度した。でも無理かもな。100人も今までいたんでしょ、この肉屋。天使を切り分けることができなかったからリタイアしたってこと。もしずっとできないできないって言ってたら彼女を殺さずにいられるのだろうか。そう、無駄にはされたくないから勉強してほしいかも。天使は脳みそが一番甘いのだから綺麗に切り取ってほしいの。脳みそって甘いの。全処するよ。気分が悪くなりそうな話題にもだんだんと慣れてきた。俺が何でもないように返事した方がリュウは嬉しそうなのだった。約束だよ。小指の先くらいの天使の肉で人類100人くらいを幸せにできるんだから。あ、知らないの。食料天使の肉は細かく刻まれて人間の食べ物に混ぜられているんだよ。そうなの。例えばああいうのもそう。リュウが指さす先では母親に手を引かれた子供が揚げ足をちぎっている。何でもいいの。何かを食べて幸せになったとき、食べて幸せになるような全てのものには天使の肉が混ざってるんだよ。あ、そうなの。知らなかったな。こういう添加物だったんだね。食べ物を美味しくする万能の添加物だったんだね。私を殺したら全部の部位をなるべく細かくミンチにしてね。体のパーツでちょっとずつ効果が違うのだから、なるべく不平等がないようにしてね。ああ。何も分かりたくなかったから何も分からないままでいて、ただ俺は分かったようなふりをしているだけなのだった。リン、ちゃんと聞いてる？大事な話だと思うけど。聞いてるよ。天使の肉は幸せの味。ちっとも無駄にしないでほしいの。
リユーリユーの声を歌っているみたいだった。私も早くたくさんの人を幸せにしてあげたいな。なるほどね、それが存在意義なんだ。そのために生まれてきたのだから。俺のするべきことは、分かった分かった。でもさ、機械でできないの、そういうの。なんで人間の手で切り刻まなきゃいけない。俺のするべきことなんかない、どうせできることもないさ。だから何も分かりたくなかったし、見て見ぬふりをしたままでいたい。ずっと一人だった俺にとって、リユと話す時間は俺にとって特別なものになりつつあった。だからねえ、早く殺してよリン。早くみんなを幸せにする糧になりたい。あ、リユが寄り添ってくる時の体温は俺にとってなの。だから幸福管理贈与家なんだね。あなたに仕事を依頼してからもう5日も経つわけですが、なぜやるべきことをやらないんですか？やる気がないんですか？すみません。あなたのペースでいいとは言いましたが、食べ物は放っておけば腐敗するものです。あなたの勝手で人類の貴重な糧をダメにしたとあれば許されませんよ。食料天使、1匹から取れる肉で約10人の病に苦しむ命が救われます。さらに50人に幸福が訪れ、100人に幸せな食事の体験が訪れる。この仕事の意義がわからないわけではないでしょう。でもそのためにリユの命を。食料天使はどうやって増やしてるんだろう。あなたに期待しているんですよ。人工的に作られてるのかな。不安そうにこちらを見ていたリユリがよたよたと俺の横にやってきた。もう少し説明をした方がいいのではないですか。私たちの目的をきちんと分かってもらった方が。リユリユに腕をつかまれる。見下ろすと華奢な体が小刻みに震えていた。私も早くしてほしいとは促しています。でも私では。うむ。リュウリュウ、君は工場で家畜のように死にたいらしい。男は微笑むとリュウの顔がさーっと青ざめた。いえ、口答えをしてすみません。そんなつもりじゃ。お前の代わりなど吐いて捨てるほどいるんですよ。たくさんいるんだ。すみません、もう言いません、何も言いません。あなたも何か。冷たい声に冷や汗が吹き出す。俺ごときが言い返すなんて。いや、ダメだ、弱気になるな。いえ、すみません。でも俺が知った方がいいことがあるのなら説明はしてほしいかな。なんて。どんなメリットを並べられてもリユを殺したくなるとは思えなかった。けれど何も知らないままにするよりかはよっぽどいいと思った。男はため息を吐く。天使の肉は人を幸福にする。この仕事を遂行できた暁にはあなたの幸せも約束される。それ以上に知りたいことなんてあるのでしょうか。知るべきことがあるんでしょうか。何もできていないあなたに教える義務が私にありますか。いや、でも、例えば工場って何なのかとか、仮にリユを殺さないままだったらどうなるのかとかあるだろう、いろいろ。義務かどうかわからないけど、喋るにつれて声が小さくなってしまった。ああ、まあ一つだけ教えて差し上げるとすれば、全部言うまでもないことだと思いますけどね、何でしたっけ、天使を肉にできなかったらでしたっけ、無論、地獄に落ちるだけですよ。神のご意志に逆らった人間の末路など分かりきったことでしょう。いいから早く仕事をしてくださいねと言って男は去っていった。リュウはまだ震えて、どうしたんだよ、やっぱり怖いのか、死ぬのが。私は肉になるために生まれてきたから、死ぬことは怖くないよ。リュウの手を握るとひどく冷えている。じゃあなんでこんなに震えてんの。まあなんか宗教的な理由で人間の手で殺さないといけないんだろうな。リンがずっと私を殺さなかったら、変な工場、家畜工場に送られちゃう。リンは溶かされてしまう。この世界の闇に溶けて最初からいなかったことになってしまう。誰にも必要とされていない存在だから。リンは気まずそうに目を伏せ小さく身震いする。俺は返す言葉はなかった。死ぬなら同じことじゃないのか。早く私を殺してリン。私はたくさんの人を幸せにする義務がある。リンだって同じだよ。やるべきことをやらなくちゃ恐ろしいことが起きる。リン、もうすぐ殺されるかもしれないって時にこいつは俺の心配をしているのか。お前、肉になるために生まれたって言うけど死んだら何にもなくなっちゃうんだぞ。誰かを幸せにしたってその結果を見ることもできないんだぞ。せめて生きたいって言ってくれたら、いや、言ってくれたからって俺にできることは何もないと思う。それでももう少し生きていたいとか一緒にいたいとか俺と同じ気持ちでいてくれると思いたかった。けれどリーは俺から目をそらして小さなため息を吐く。どうでもいいんだよ、そんなこと。早く殺してよ。それが私の生きている意味なんだから。相手もしびれを切らして。翌日、リン早くやって。わ。リンは俺に無理やり包丁を握らせた。別に今じゃなくてもいいだろ。なるべく平静を装う。
今日は冷凍したままの牛肉を切り分けて店に並べたらいいんだ。それで仕事したことになる。弱虫。自殺は多分宗教的にダメなんだろうな。キリスト教は自殺はご法度だからな。でも殺人もダメだと思うけどな。でも天使は人間じゃないから殺人にならないのか。こんな毎日に何の意味もない。青白い電気の下、リュウの赤い目だけが浮いているように見えた。生きていてほしいと思うのも、もう少し一緒にいたいと思うのも俺だけなのだろう。疲れた。この日は、いらっしゃいませ、リン。今日は牛肉のコロッケがお買い得ですよ。やっぱり最初の日に殺してもらわなきゃダメだった。お肉も安いですよ。名前なんか教えるんじゃなかった。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、リン。今日も閉店まで何も売れなかった。無視して。リン、本でも読むか。この部屋には絶対に包丁を持ち込まないことにしている。開店中は殺せ殺せとせがむ理由だったが、閉店後は殺す術がないと知ってか俺に殺害をせがむことはなかった。読む。理由は眠たそうな目をこすってこちらにやってきた。無理しなくても眠いなら寝ていいんだぞ。別に無理してないよ、読ませて。そうか。この間絵本も買ったんだ、ちょっと待ってて。本を2、3冊取り出して手渡す。理由はファンシーな表紙をしげしげと眺めたと1冊選んで俺に戻した。私、人の文字は読めないから読んでくれる。天使の文字もあるの？あ、じゃあこっちに来て。肩を並べて本を開く。リュウが選んだのは千夜一夜物語だった。ああ、アラビアンナイトだ。製本がいい分かなり高かったので気に入ってもらえて嬉しい。じゃあ行くぞ。一文字目を読もうとして気づく。文字が読めない。英語でも日本語でも中国語でもない。手触りのいい紙の上に見たこともない言語が並んでいる。何の、アラビア文字だったのかな。あれ読めないよね、アラビア文字。悪い、こっちの本でもいいか。うん。次の本を手に取ってページをめくる。ダメだ。次の国のアリスも、グリム童話も、散々読み古したはずの文庫本たちも、先日開いたばかりの聖書も、すべて読めなくなっている。なんだこれ。焦ってページをめくって勢い余って破いてしまう。何が起きてる？リン、大丈夫？天使になったの。悪い、大丈夫だ。心臓がドキドキと脈打つ。本が読めなくなったら俺はこの閉鎖された部屋で永遠のこれからをどうやってやり過ごす。リュウもいなくなってしまうんだとしたら俺はこの静かな部屋の中でずっと一人で。なんで急に読めなくなっちゃったんだね。考えるのをやめた。やっぱり最初の本にしよう。これが悪い王様のシャハリヤール。こっちの娘がシャハラザード。うん。文字が読めなくても内容はほとんど覚えている。すごいな。俺は本を読むふりをして記憶の限りリュウに物語を語り続けた。ねえ、どうして王様は民を殺すの？さあ、殺したいからだろ、多分。気に食わないからでしょ。よくわからないな、私は。人間には幸せでいてほしい。記憶に頼りきりの読書を済ませ、俺は牛肉のコロッケを2個食べた。リュウにも勧めたけれど、天使は物を食べないんだと断られてしまった。いいね。食べなくても生きていけん。その夜夢を見た。夢の中の俺は小学生で、中学生で、高校生で、その隣の全部にリュウがいる夢だった。リン、私にたくない。涙ぐむ理由を見て、俺は今見ているものが夢に過ぎないと自覚する。だいぶ狂ってきたな。家に静かな朝だ。目の前に理由が転がっている。狭いベッドの上、手を伸ばせば届く距離で天使が眠っている。理由、朝だぞ。うん。黒電話、懐かしいな。手を伸ばして白くて長い髪の毛を撫でる。スルスルとした触り心地は夢の続きのようだ。嫌がらないんだな、その俺に触られても。うん。リュウの頭は俺の胸に預けられている。俺が人間だから、人間だからこうして優しくしてくれるのかとは聞けなかった。リュウがまばたきを数回して俺の顔を見上げる。わからないけどね、ずっと檻の中で育ってきたから、こんなに誰かの近くにいるのは初めて。ああそうなの。ぎゅっと抱きしめられる。夢うつつのぼんやりした脳みそは今確かに幸せで、けれど俺のすぐ真横には確かな不安が存在していることを思い出す。人間は温かいんだね。このまま時間が止まってくれればいいのに。私ね、殺されるのがリンでよかった。なぜ？何も直視したくないから、そんな話をしないでほしかった。リンじゃない人に殺されるんだったらもう少し怖かったかもしれない。私を殺すのがリンでよかったし、私はこの一人ぼっちの世界でリンに会えてよかった。リンに会えなかったら、おしゃべりが楽しいことも、誰かの近くにいると温かいことも知らないまま死んでたと思うから。リュウは俺の胸に顔を詰めて、温かな息遣いが水がよかった。ねえリン、私をこの世界の糧にしてくれる人間、
君に私の脳みそをあげる。ミンチにする、ミンチ肉にする前にスプーン一杯だけ取って食べて。何を？そんなことできるわけないだろう。生の脳みそ。いいから、それくらいならバレないから、私がリンを幸せにしてあげる。約束だよ。もう見てみるふりはできないみたいだ。私ずっと一人ぼっちだったから、ずっと一人ぼっちだったリンと出会えてよかった。リンが幸せになるとき、私も幸せになるんだと思う。そういう理屈なのか。一緒にいた時間はちょっとだけど、私はリンのために生まれてきたのかもしれないなって思うよ。俺は。君のために生きてきたわけじゃない。そんな言い方やめてくれ。リュウも俺もずっと一人ぼっちで生きてきて、この何もない場所に流れ着いた。だから、お互いのことが大切に思えるだけだ。リュウのことが大切なのだと自覚してしまうのが怖かった。向き合うのも怖かった。俺なんかに何もできない気がした。だから言い訳をする。何もかもに向かわなくて済むように。リュウにはリュウの幸せを見つけてほしい。俺の幸せなんて考えるな。ああ。俺が真面目な顔をするとリュウが声だけで笑った。そんなこと言ったってリンだって自分の幸せなんて見つけられてないくせに。死ぬために生きる私に生きるためだけに生きてるリンに誰かが与えてくれる幸せなんてないんだよ。でもいいの。リンのことは私が幸せにしてあげる。でもそうやって化学物質で幸せになる幸せは本当に幸せと言えるのか。俺は。あ。殺そう。それが望みなんだから。本人の意思、尊重しよう。わかった。俺がうなずくと、これセーブできる。わかんない。俺に殺されることが、死んで肉になることが、肉になって世界中の人たちを幸せにすることが、リュウの幸せなんだな。肉として消費されることでしか、リュウが幸せになれないというのなら、俺は俺のできることでリュウを幸せにしてやりたい。うん。リン、ありがとう。危なかった。もう少しで腐っちゃうかと思って怖かったの。恥ずかしそうに微笑むリュウの表情はどこか現実離れしていて、まるで夢の中にいるかのように実感がない。やっと役目が果たせる。そうか、そうだよな。そうだよ。リュウが幸せならそれでいいんだと自分に言い聞かせる。俺たちは揃って作業場に向かう。リュウの足取りは踊るようで、一方俺はといえば全身が泥のようなのであった。ああ、耳鳴りがする。急性ストレス。障害。耳鳴りがするの。リン、約束だよ。私の脳みそ、リンだからあげたいって思ってるんだよ。特別なんだね、脳みそは。覚悟を決めて握ったはずの包丁がひどく冷たく感じる。でもさ、脳みそ取り出すには頭蓋骨を粉砕しないといけないんでしょ。ハンマー、あれできないね。リン、本当にありがとね。今までもありがとう。耳鳴りがひどい。頭が壊れそうだ。鼻から吸う酸素が氷のように冷たくて、吐く息も冷たくて、いや、なんかそういう内臓のようなものが口から出ているんじゃないかと思うくらい、口の中は血の味でいっぱいだった。でも肉も捨てるところはないから、全部ちゃんと。馬頭琴みたいな感じなのかな。モンゴルの馬で作る楽器。馬の全部を消費するだよね。わかってるさ。いや、どうして。任せてくれよ。俺が何年肉やってると思ってるんだよ。知らないよ。考えるな。何も受け入れられない。もう逃げられない。やるしかない。け。やだ。やるしかないよ。おりゃー。うわー。リュウと初めて会った時、俺はこの華奢な体を折れてしまいそうだと思ったんだ。うわー。真っ白な髪を切るだと思ったんだ。コロッケになってくれ。手を握ってくれた時はとっても嬉しかったんだ。はい。笑った顔が可愛かったんだ。肌、血、骨、血管。何が、竜の微笑みが、何が、何も、温かい、何が、骨、解体、関節、骨から丁寧に肉を削ぐ、皮を剥ぐ。温かい血、目玉、頭を最後まで残してしまった。綺麗な顔だった。肌、頬、額、包丁で切り込みを入れて肉を削ぐ。筋肉、削いでいく。無駄のないように骨から引き剥がす。何を、リュウ、嫌だ、嘘だ。いや、リュウをそうする。肉だ。小さな骨を丁寧に外し、粘膜に包まれた脳みそを取り出す。温かかった。ああ、そうだ、リュウは体温が高かった。抱きしめると温かかったんだ。約束通り、俺はリュウの脳をスプーン一さじ分だけ口に入れた。
甘くてとろける幸せの味だ。やったね。天国に行けたんだ。これでもう怯えることはない。はあ、今週もやりきったな。仕事を終えた俺は同僚の田中と肩を並べて帰路についていた。ん？リン、今日のプレゼン大活躍だったもんな。今日も飲んで帰るか。幼馴染の田中は小学生からの俺の親友で腐れん。適当で乱暴だけど根っこの部分は気のいいやつだ。別の未来が待ってたんだ。別の未来に世界線が変わった。いや、今日はやめとく。親父とおふくろが遊びに来るから一緒に飯食う約束してるんだ。相変わらず親孝行な子って。悪いな。また来週飲もう。足取りも軽く家路に着く。俺には優しい両親がいて、たくさんの友達がいて、やりがいのある仕事も、婚約間際の可愛い彼女だっている。特別ではないけれど、俺の人生は十二分に満たされている。なるほどね。まあ立派なごちそう。父さん見てくださいよ。リンが作ったんですって。ああ、昔はコロッケしか作れなかったお前がね、久々の一家だんだん。疲れていても美味しい料理を一口食べたら幸せに包まれる。俺は幸せだ。生まれてから今までずっと。そしてこれからもきっと幸せだ。幸せっていうのはずっと続かないから幸せなんだよ。